皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。またはじめましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー。毎日投稿で台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。マックガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介する品物でありコーナーはこちらと。 ということで、えー、1967年昭和42年の1月に児玉プレスさんより発売されました。歌う怪獣写真カード30枚こちらの、まあ、開封と言いましょうかね。カードのご紹介をしていておりまして、本日で9枚目ということになります。どうぞよろしくお願いします。はい、でね、えー、ここまでのところもあの再生リストで置いてありますので、えー、どうぞご覧になっていただけたらと思います。 でこのシリーズがあー非常に面白いのはですね、その放送順、放送は順ではないんですね、カードがね、えー。この製品自体に番号が丸の1番から丸の30番まで振ってあるんですけども、えー、放送順ではないので、一体何が出るやらわからないという、まあそういうちょっとワクワク感があるというものなんですけどね。はい。では、行ってみたいと思いますが、えー、本日9枚目、えー。9枚目、一体何か。いきますよ。9枚目は、せーの。 ゾーンということでアントラーということになりましたね。で、えー、これがね、面白いんですけど、ちょっとピントを合わせながら持ってきますけど、これね、丸9番、アリ怪獣アントラーと戦うウルトラマントラっていうんですね。えー、もうアリ、アリの怪獣になっちゃったってことですね。はい。面白いですよね。この辺がね、昭和の緩さのいいところですけども。はい。で、 えーっと、こちらね、まあ、初代ウルトラマンということなんですが、えー、A タイプですね。私の好きな A タイプですけども、このね、手がやっぱり特徴的で、えー、古谷さんのお話によると、本当に手術用のね、手袋、それをに、えー、銀の塗装をしてっていう、もうそれだけの状態なんで、もうほとんどもう素手で戦っていたという状態だそうでね。だから、あの、偽ウルトラマンをチョップして痛がるというのはも、あれも本当にもうそのままっていうことだったみたいですね。 で、そのことがしっかりわかるし、あと、こう、アントラのこのね、皮膚の感じもわかるし、あ、でれかって、この写真のこうね、また選択もいいなっていうところなんですけどね。で、このセットですよね。えー、このバラージュの青石という回は、第7話でしたけども、非常に豪華版なんですよね。で、 ちょうど東宝の奇岩城の冒険というタイトルだったと思いますが、三船敏郎さんのね、映画の、そのセットをそのまま,まあ使ったというところで、非常に豪華セットということになっているんですね。でまた、このアントラーという怪獣は第7話でしてですね、もう早速、ウルトラマンの必殺技、スペシウム光線が効かない敵というところで、一体どうなるんだということだったり、またその、ノアの巨人でしたっけというような位置づけで、 ウルトラマンなのか分からないけども、あるその光の存在というおぼしきものが、えー、その昔、この地球に来ていたのかななんていうね、まあ、そんなことも考え、思い出させる、こう、えー、想起させるようなエピソードがあったりとかね、まあ、描かれ方してるんですね。ほんといろんな意味でね、面白い回なんですよね。そのことがね、しっかりこう印象をグッとくるような写真で、いい写真ですね、これね。はい。さて、えー、じゃあ、こちらですね。<coughs> 負けの怪獣一覧表にはどのような記載があるかということなんですがこの当時ですね、えー、はこっち側だったかなはいここですねこのアントラのイラストがまたいいんですけどもはいよいしょ、えー、こっちはねちゃんとアリ地獄怪獣になってるんですよアリ,地アリ地獄怪獣アントラ。 身長3 0ル、体重2万トンアラビア砂漠に生まれ砂漠に大きなアリ地獄を作って植物を待っているアントラの食物は金属製の物体で触角から7色の磁気光線を発射して空を飛ぶ飛行機などを落としてしまう頭のハサミに捕まったが最後逃げ出すことはできないアントラをやっつけるには伝説にあるバラージュの青い石を投げつけなければならないということですね、はい うんまあ、ここではちゃんと「あり地獄怪獣」って書いてあるんですけどね不思議な不思議ですよね物が中身のものでね同じ商品なのに書いてることは違うっていうねそれが一つですねそれからこちらですね左手奥の、えー、1971年に発売されました、えー、ちょっと「新版の放映当時ですね放送当時鶏文社さんの「現職怪獣怪人大百科」にはどのような記載かなということで見るとこれなんですねはい。 で、これがですね、またちょっとピント合わしますけども、アントラーとなるんですが、アリジゴク怪獣ですね。で、足裏があって。で、これね、早速違いがあるんですね。体長40メートルなんですね。先ほどのものは30メートルでしたから、まあどうなってるのかな。まあ顎の分と何か違いがあるのかもしれませんけどね。体重2万トン。出身地、中近東、アラビアの砂漠地帯。バラージュの街の付近。特徴。 2つの大きな触角の間から七色の電磁波光線を出す。これが電磁バリアとなり弾丸を遮り、核乱波となって飛行機などの金属製の物体を墜落させる。この巨大な2つの触角に捕まると、どんなものでも逃げ出すことはできない。砂漠のあり地獄に住み、飛行機が来るのを待っている。伝説にあるバラージュの青石を投げられて死んだというようですね。うん。はい。そしてですね、ええー、いつも。 持ってきてますねこちらはいこれですねうん HG ですけどもこのねアントラーの HG も,もう大好きな一つですねうんお画面揺れましたすいませんよくできてるんですねこのね塗装もまたよくてこういうちょっとまだらな感じがまたいいし触覚もこうねでこれがねこう難質になってるんでね嬉しいんですよこれがねやっぱり硬質だったらポキッと折りかねないんでねうんでこの感じね で、こう、動きのあるポーズなんで、ぐッと来そうですよね。うまくやれば十分ここでね、初代マンを挟めますね。はい。という感じですね。うん。はい。大好きな一体ですね。さて、で、えー、っと、続きましてですが、えー、っと、こちらですね <coughs>。この大好きな写真なんですけど、なんかね、ちょっと可愛らしい感じで、ちょこんと座ってるアントラーですけどね。はい。 まあこの破壊されてる感じがよくわかるしうん。でこちらと。えー、こちらは中近東の砂漠地帯に姿を潜めていたアントラーは頭部の巨大なクワガタの間からクワガタかな間から強力な磁気を帯びた光線を発射する。 光線は七色の虹のようだが、瞬く間に上空を飛ぶ飛行機あ、航空機を捉え、次々と墜落させてしまったことから、かつてはアリ地獄怪獣と呼ばれたこともあった。その体はウルトラマンの得意技、スペシウム光線の直撃を受けても全く動じない。加えて謎めいた羊から宇宙怪獣の一種ではないかという説も囁かれている。面白いですよね。まあ、このあたりが、ね、ひょっとしたらという話と、あとこの七色の虹っていうところは、 まあ、パゴスのね、絡み、なんか、ね、想像しちゃうんですよねで。この間、パゴスとネロンが共演っていう感じでしたけど、アントラーとパゴスっていうのも面白そうな組み合わせですけどね。七色繋がりですね。はい。ということですね。そしてですね、優勝ピンと合わせつつ、えー、こちらですね。優勝こちら。はい。劇中にありました、えー、この光の、まあ、ノアの巨人かな。 はい、ノアの神ですね、はい、劇中に登場しました、えー、第7話バラージュの青い石に登場隕石の調査に向かう途中アクシデントで砂漠に不時着を余儀なくされた科学特捜隊は伝説の都と言われるバラージュの町を発見したその町の神殿に、えー、祀られているのが写真の石像であるこの石像は5000年前バラージュに現れた怪獣アントラを倒した巨人の姿を模したものであり ノアの神と呼ばれていたこのことからはるか昔にも M78 星雲人が地球を訪れていたらしいことが推察できるこの辺はねもう多くを語らないまま終わりましたけどまたそれが逆に良かったですけどねはいということでいかがでしたでしょうか、まあ、本日9枚目のカードはこちらの、えー、ウルトラマンと、まあ、アントラでしたはいというわけで次回ね10枚目は一体 何が出てくるかまた想像してお待ちいただけたらと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。